ブリストル188イギリス空軍博物館に展示されているブリストル188ブリストル188はブリストル飛行機が1950年代に製造したイギリスの超音速実験機その細長い機体形状から火炎鉛筆のニックネームが付けられたイギリス空軍は高速偵察機の開発を検討していたがこのような高速機を製造するには マッハ2以上の高速運用におけるデータ収集が必要であった。このため1953年に運用用 QER134T が出され、実験機の作成が要求された。実験機は長時間マッハ2で飛行し、高速航空機における空力加熱を調べることが目的とされた。実験機の表面温度は 300OC になると想定された。 数社がこの先進的な計画に興味を示し、1953年2月にブリストル飛行機が契約に成功した。ブリストルはこの機体をタイプ188と名付け、3機が製造された。1機は純粋なテストベッドであり、残りの2機が飛行試験用であった。1954年1月には契約 2M04CB42 に基づき、 この2機は、機体番号、XF923 と XF926 が割り当てられ、両機は、飛行可能となった。アブロ730偵察爆撃機開発支援のため、さらに3機が発注された。しかし、1957年防衛白書によって、アブロ730の計画が中止されたため、この3機の契約もキャンセルされた。ブリストル188は、 高速実験機として開発が続けられた。イギリス空軍博物館に展示されているブリストル188機体の先進性のため、新しい製造方法が開発された。数種類の素材が検討され、2種類の特殊グレードのステンレスコーが選択された。チタンは安定化18から8、オーステナイト系ステンレスコーと、 カスタービーン用として使われていた12%クロムテンカステンレスコーである。機体の製造が開始される前に十分な量が生産されている必要があった。後者についてはハニカム構造を採用して外皮の製造に使用され、塗装は施されなかった。リベットの代わりにアルゴンガスを用いたアーク溶接が採用された。この方法を使用したために製造に遅れがなった。 この期間、サブコントラクターとして機体のかなりの部分を担当していたアームストロングホイットアース社がブリストル社に対して技術指導を行っている。誘拐石エキャノピー及びコックピット冷却システムも設計され機体に組み込まれたが想定した使用環境下での試験は実施されなかった。超音速飛行時のエンジニへの空気供給を 最適化するため、可変ジオメトリー空気取り入れ口が使用された。このため、エンジンは、機体ではなく、主翼に取り付けられた。当初ロールスロイス製のエンジンを搭載することが予定されていたが、ロールスロイスエーボン200、デハビランドジャイロンジュニア及びロールスロイスアージ65といった複数のエンジン比較検討され、1957年に、 ジャイロンジュニア DGJ10R の採用が決定された。ジャイロンジュニアを採用することにより、水力1万 LBF で、アフターバーナー仕様により、海面上で、水力1万 4000LBF、高度3万6000フィートでは、水力2万 LBF で、真っ羽で飛行することができた。ジャイロンジュニアは、サンダースロー SR177 超音速。 洋撃企業としてさらに開発が進められ完全可変アフターバーナーが組み込まれた。このアイドリングからフルパワーまでに対応するアフターバーナーは航空機用としては最初のものだった。だがこのエンジンをブリストル188に搭載した場合、典型的な航続時間は25分に過ぎず、航続時の研究を行うには不足していた。 チーフテストパイロットのゴドフリエル・オーティは、ブリストル188の1000音速から超音速への移行はスムーズであったが、ジャイロン・ジュニアエンジンは、それ以上の速度ではサージングを起こしやすく、結果として機体にピッチングとヨーイングが発生すると報告している。空気力学及び振動問題を解決するため、数多くのスケールモデルが作成された。 これらはロケットの先端に取り付けられ、試験のためにロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントのアバーパースロケット発射場から打ち上げられた。1960年5月、初号機が加熱及び非加熱構造試験のためにファーンポローのライに納入された。1961年4月26日にはベドフォードで XF923 が地上滑走試験を行ったが、 トラブルが生じたため、初飛行は1962年4月14日にずれ込んだ。XF923 は、初飛行の時点では、まだ、ブリストルの所有物であり、航空省には引き渡されていなかった。XF926 は、XF923 用のエンジンを使用して、1963年4月26日に、初飛行した。 XF926 は、その飛行プログラムのためらいベッドフォードに引き渡された。そこで51回の試験飛行が実施され、高度36000フィートにおいて、最高速度マフ8.88を記録した。しかしながら、運用高度に達するのに搭載燃料の70%を消費してしまうため、アオン速での飛行時間は、最長で48分間に過ぎなかった。 イギリス空軍博物館に展示されているブリストル188飛行試験中に収集されたデータは、機上で記録されると同時に、地上ステーションに送信された。このため、地上パイロットが、機上のパイロットに助言を与えることができた。計画はいくつもの混乱にぶつかった。最大の問題は、燃料消費量が課題であったために、 ブリストル188製造の主目的の一つである、機体のサーマルソーキングを評価できるほどの長時間の超音速飛行を続けられないことであった。燃料漏れの問題もあって、計画速度のマッハ2に,には到達できなかった。また、離陸速度が300マイルパーアワー近かったことも、試験を妥協的なものにした。ブリストル188計画は結局は放棄されたが、 そこで得た知識や技術データは、その後のコンコルドの開発にある程度の寄与をした。ステンレスコーの使用に関しては、結論を得られなかったため、コンコルドは従来の航空機と同じくアルミ合金を採用し、速度はマッハ2.2に抑えられた。ジャイロンジュニアエンジンは、イギリスの最初の超音速航空機用、ターボジェットエンジンであったが、 その後のブリストルオリンパスエンジンの開発に寄与した。このエンジンはコンコルドと BAC チームソニックレーシング -2 に採用されている。ブリストル188の改良に関してはいくつかの提案がなされた。ラムジェットやロケットエンジンを併用したり、戦闘機や偵察機にするという案も出された。空気取り入れ口をくさび型にすることも真剣に考慮された。 1964年にすべての計画を中止するとの発表がなされた。XF926 の最終飛行は1964年1月12日に実施された。プロジェクトの総費用は2000万ポンドであった。これは現在に至るまでイギリスの実験機の開発費用としては最も高額なものである。飛行可能な量機は部品の 共食いによって飛行可能状態を保たねばならなかった。1966年4月、射撃試験の標的とするため両機ともエセックス州シベリーニスのプルーフエクスペリメンタルエスタブリッシュメントへ移送された。しかし、1972年に XF926 はコスフォードのイギリス空軍博物館に展示されることとなった。他方、 XF923 の方は、その後解体された。出展、The World's Worst Aircraft, From Pioneering Failures to Multimillion, Dallar Disasters 初原性脳武装ブリストル188は1962年の映画サムピープルに頻繁に登場する。ありがとうございます。